接着剤はいらなさそう。前回接着剤つけたけ、あ、入った。めっちゃ綺麗。めちゃめちゃ綺麗。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所タンサックです。今回はウルトラセブンのウルトラホーク1号の2号を組み立てます。タンサックはウルトラホーク1号については試験販売で8号まで作ったんですけど、 LED をショートさせてしまったので最初から作り直すことにしました。なので1号から8号までは試験販売と全国販売の違いを主に紹介します。試験販売の組み立て動画は再生リストからご覧ください。タンサックのチャンネルではデアゴスティーニさんやアシェットさんのハートワークものを中心に紹介しています。チャンネル登録、いいね、評価、いつもありがとうございます。それでは早速違いを見ていきましょう。はい、こちらのウルトラホーク2号全国販売のものですが、こちらとこの試験販売の2号、これはですね、ここあんまり違いはないんですけど、ちょっと画質が良くなってる感じはします。それからこのデアゴスティーニさんのマークが新しくなっています。ちょっとこれ一旦外します。はい、それではマガジンなんですけど、3機に分離するウルトラホーク1号についてどういう仕組みでその3機合体したり分離したりしてるの、風の抵抗とかどうなってんのっていう話なんですけど、この辺は一緒でした。中身は一緒。そしてウルトラホーク3号について詳しく書かれていました。どういう役割なのかとか、どれぐらいのスピードが出るのかとか、そういった話なんですけど、この辺もね一緒でした。それでなぜか全国販売の方にこのこれが普通は1号についてるんですけど、前回1号の全国販売にこの応募券の用紙がなくって2号についていました。これはね珍しい、初めてです。だいたい1号についてるんですけど2号についていました。はい、じゃあ早速作っていきたいと思います。まずこの取説を見ると、写真のパーツの位置が違うので新たに並べて取り直したんだろうなということがわかります。で、パーツの中身については一緒でした。はい、では開けていきます。パカ、応募券はここについています。はい、出ました。ウルトラホーク1号開発計画設定資料集ということで、試験販売の時にもついてたんですけど、これはおそらく中身は一緒だと思います。裏表紙も一緒ですね。ロゴが変わっています。12ページまでですね。おそらく中身は一緒だと思います。これは買った人しか手に入れることができません。はい、パーツの中身は16個で全く一緒でした。で、今回はアルファ号の機種レーダー砲、アルファ号機種レーダー、アルファ号垂直尾翼、ポインターのウィンドウの取り付けをやります。で、最初なんですけど、前回試験販売の時はこれをくっつけましょうっていうのがあって、なのでここで取り外しましょうっていうのがあって、さらにこのネジを外してこのオレンジのやつも取り外しましょうっていうところから始まってますが、全国販売はこれは取り外さずにずっとやってます。で、これも最初からつけてないので取り外しましょうっていうのはないです。ここからずっと一緒なんですけど、それ以外は全く同じ手順だったので、タタタタと作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。頑張っていきます。はい、まずこれにこの状態でこうして
て、でネジ締めします。間違えた、ここじゃなかった、なんか変だなと思った、こっちじゃなかった、こっちだった。え、ん、あ、こうか。はい、これでコックピットが完成です。アルファ号の機首部分の組み立てが完成しました。ちょっと2回目でも全然忘れてるわ、それなんかいろいろ苦戦しました。はい、じゃあ次にこれかな、なんかこれが赤で、これ試験販売のやつかな、一緒かな、これを合わせます。よし、これで垂直尾翼も完成です。はい、ポインター作りますけど、こっちが全国販売の方で、こっちの試験販売は一旦ポインターの窓枠とルーフを外して、で単体でうにゅってつけてから、なんかこれは戻して完成になってるんだけど、全国販売の方はもうすでに接着しちゃって取り付けちゃってるので、なのでこのままの状態でウィンドウをむにゅってつけて終わりです。ちょっとやってみます。これをここにうにゅっとつけて、接着剤はいらなさそう。前回接着剤つけたけ、あ、入った。めっちゃ綺麗。めちゃめちゃ綺麗。前回接着剤つけたけん、なんか結構指紋とかもついたりして、発火もうっすら曇っちゃって。エアコンつけても多分この曇りは取れませんみたいな感じになってるんだけど、こっちはね接着剤使わずむにゅってつけたのでめっちゃ綺麗です。やったー。ということで、これとこれとこれが保管で、今回はこれとこれとこれができて完成です。はい、最初ね、これなんか色違うなと思ってたんですけど、やっぱりこれは試験販売の分でこれじゃなかったです。全国販売の前回のはここに全って書いてあって、でなんか遠くから見たらこれがなんか違う文字に見えて、これが全国販売の分じゃないと思い込んじゃって、ないないと思ったんですけど、これでした。なので、全国販売は中が赤くなっていて、試験販売のは緑だったんですけど、赤に変わりました。なので、これを差し替えて、これで完成です。
まだくっつけません。それからこちらなんですけど、結構ね2回目ですぐできるかなと思ったら意外と苦戦したんですけど、あの工程がちょっと外したりとかがなくなってて簡単になっていました。ちょっとここの配線が難しかったです。でちょっと比べようがないんですけど、そんなに大きく変わってはないんじゃないかなと思います。ちょっとわかんないですけどね。で結局ここがかっこいいディテールになってるんですが、これは残念ながら隠れてしまいます。ここ開かないので、はい、ここは隠れちゃいます。そしてポインターはですね、これだいぶ変わったかなと思って、まず接着してもいいよってなったので、すごく作りやすかったのと、一回外さなくてそのままむにゅって入れるだけでめっちゃ綺麗な状態で作ることができました。で文字は一緒かな、あのウルトラセブンのシールっていうか、これ全然違いますよね。このウルトラセブン、このマークがねだいぶ違ってます。ただ私は個人的にこっちの方が好きかなとは思いましたけど、こっちのなんかちょっとシンプル系に変わりました。なのでもしかしたら横も変わるかもしれないです。それと文字がですね、なんか細くなってるなぁと思って、若干ですけどちょっと TDFPO1 この文字が細くなったかなーっていう感じです。あとボンネットちょっと薄っぺらくなったかなーと思って、でこうしてみると全体的になんか一回り小さくなったかなー。そんなことないか全体的にこう外装つけていけば一緒ぐらいには一緒になるかな。なんとなくこっちが小さくなってないでしょうか気のせいかな。はい、横から見てもこの辺のデカール具合はまあ一緒ですね。はい、素材ちょっと変わったかな。あの試験販売の時より改良してるっていう感じはしますね。あと窓がめっちゃピカピカです。嬉しい、これはめちゃくちゃ嬉しいです。ポインターもちょっとあの試験販売の時は結構大変だったんですけど、こっちは綺麗に組み上がるといいなと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。3作はこちらの2号については試験販売で詳しく組み立てしていますので、今回はしょりました。なのでもし細かい組み立てが見たい方は試験販売の動画をご覧ください。再生リストは概要欄に貼っておきます。そしてサブチャンネルではウルトラセブンの感想もお話ししています。ぜひチャンネル登録してくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。じゃんじゃーん、また見てね。では、タンサックの動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではレアゴスティーニさんの週刊シリーズやガンプラなど模型作りを紹介しています。また週に2回 YouTube ライブも配信していますので遊びに来てください。よかったら励みになりますのでチャンネルの登録よろしくお願いします。
そしてチャンネルの登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。